皆様、はじめまして。作曲は松並翔太郎と申します。よろしくお願いいたします。まずはこの素晴らしい場所でですね、私も一流の奏者たちに、演奏していただけたことをとても嬉しく思いますし、この場を借りて感謝を申し上げたいと思います。で、今回初めての試みで、皆さんも初めてだと思うんですけれども、このワインというものにその音楽をつけるということで、私自身とても新鮮な気持ちでですね、また大変興味深く取り組ませていただいて、飲む効率ができたっていうか、研究と称してですね、実際研究させていただいたんですけれども、近藤さんのサポートなければ本当今回できなかったことでして、もういろんなことを教えていただきながら、一からもその作品をこう際立たせる、お互いが引き立て合うような音と味とということで、ここ何ヶ月間努力をさせていただきました。で、このシャブリというワインはもともともちろん存じ上げておりましたけれども、やっぱりこういういろんな種類があるということ、またそれぞれに個性っていうものがあるっていうのを、なんとかその今回音楽で表現できないかなということでですね、近藤さんに直接ご指導をいただきながらですね、なんとか今日を迎えることができて本当に良かったと思います。改めまして本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして間近で聞かれていらっしゃいました近藤さんにお伺いしたいと思います。完成したシンフォニーお聞きになっていかがでしたでしょうか。はい、先ほどご指導って言ったんですけども、ただ2人で飲んでただけそれを指導と言っていいのかどうか。でも本当にこう今回このしゃぶりというテーマでいろいろと話を深めさせていただいたんですが、今本当に僕も皆様と同じタイミングで生の音を聞かせていただいて、その音色のエネルギーというか、その力強さというものを本当にこう肌で感じ、非常に貴重な経験をさせていただきました。はい、近藤さんのお話伺って松並さんいかがですか。いや、確かに外から見るとただ一緒に飲んだだけかもしれないんですけれどもそれぞれ、聴覚とあと味覚っていうところでですね、その道をずっと辿ってきた全く別の世界なんですけれども、不思議とこの感覚を研ぎ澄ますっていうところで本当にこう語り合っているときに本当に同業というか同志というふうに思えてですね、今回は共鳴する部分がすごく多かったんですね。共通というかシンパシーですよね。共鳴という形でなんかお互いで、お互いで大丈夫ですかね。勉強になったと今日までは思っております。はい、ありがとうございます。そして松並さん、こちらは 1.5 分のアペラシオ前の4曲からの組曲ということですね。はい、楽器がそれぞれに当てはまっているという話もありました。そうですね、はい、4本、4種類ということで、カルテットということで、普通は弦楽四重奏とか思いつくんですけれども、冊子の方にも書かせていただいたように、今年度は素晴らしい作曲家のアニバーサリーで、私オリビエ・メシアンという、師匠世代といえば分かりやすいですかね、近代の新しい作曲家なんですけれども、その作曲家を代表するこの4人の編成というのをすぐに思いつきまして、で、多彩ですよね。高音楽器があって、低音楽器があって、管楽器があって、弦楽器があって、また鍵盤はもうオーケストラですからどんな音でも出せます。で、もうこの教えていただいたこの繊細な味の表現はやっぱりこれくらいの楽器使いたいなと思って、それでこの4人で、4本の楽器でちょっとドライですよね、させていただきました。はい、とても素敵な四重奏でありました。ありがとうございます。それではですね、この後プチしゃべりからグランクリまで1曲ずつ再度お聴きいただきます。その後ですね、各ワインの試飲タイムとなります。解説中にグラスワインをお届けしますので、近藤さんのワインの解説、そして松並さんのそれぞれの曲の説明を聞きながらお楽しみいただければと思います。
解説中にテーブルの方にワイングラスお届けしたいと思います。それでは1曲目、プチしゃぶりです。テイスティングしていただいた4種類を、同じように音楽を合わせながら、もう一度テイスティングをしていただきたく、思い、まずは1つ目のプチしゃぶりから、お聴きいただけたかなと思います。やはりこのプチしゃぶりには、先ほどのテイスティングでもお話しさせていただいたように、非常にこうはつらつとしたフレッシュで生き生きとするような、そういった軽快なキャラクターが特徴的なワインだというふうに、お話をさせていただきましたが、まさにこの音楽に合わせた、そういったキャラクターを感じ取ることができたんじゃないかなと思います。加えて、やはり今回、せっかくこれだけ素晴らしい音楽がございますので、皆さんもそのように楽しんでいただけたかなと思うんですが、ぜひ演奏中にもう一度ですね、先ほどのワインを、それに合わせたワインですね、味わっていただければ、どう感じ方が違うのかというのを、ぜひ皆さんに感じていただきたいですね。加えて、やはりそのワインというのは、どうしてもその五感の中でも聴覚という部分では楽しみづらい、楽しめない、ものというか、でございますので、そこに今回これだけ素晴らしい音楽が加わることで、どのように相乗していくのか、また僕も先ほど初めて音を聞いて感じたんですけれども、ワインを、しっかりとテイスティングしながら、それにこう耳で皆さんの奏でる音色をこう拾っていくというよりかは、音楽の中に自分をこう身を投じて、そこにこうワインをこう口の中に含んでいくような、そういった合わせ方をしていただくと、よりその産地でしたりワインのキャラクターの情景っていうのが、十分に感じ取れるんじゃないかなと思いますので、ぜひ試してみてください。あとはこの一皿、一つ目ですね、このプチしゃぶりに関しては、それと軽快なキャラクターというのが、十分にワインからも、そしてこの音楽からも感じられたかなと思います。松並さん、楽曲の特徴などいかがでしょうか。そうですね、まさに私自身このプチしゃぶりに感じた、印象というのが、やはり軽い口当たりと、あと、柑橘系、発熱っていう言葉が一番私の中でしっくりきたんですけれども、そのなんか軽さっていうの、軽快さですね、軽快さを表現するために、バイオリン、音楽のバイオリンを主体にですね、旗の弦楽器の、ピチカートとかの弦を指で弾く奏法であったりとか、他のクラリネット、ピアノ の, このスタッカートで、音符を短く叩く、こういうものを多く取り入れてですね。で、余談なんですけども、このシャブリという綴りがですね、CHAB って、これ
バッハの綴りをシャッフルした状態なんですね。DACH で、まあ、我々音楽やってるとこの綴り見るとどうしてもバッハに見えちゃうんですよ。でそれはやっぱ使わない手はないということで、で、まあ、これあの CHA 音にするとドシラなんですけど、まあ、曲の冒頭はこれドシラってなってるんですね。で、まあ、そういうのを少し作曲の中の、まあ、よりどころとして今回使わせていただいて、で、まあ、ただ4つ全部揃った時にこの B とか S とかこれも音になるんですけど、これをはめたいなと思って、このプティの時はこの CHA しかテーマには使っていないというような、まあ、裏事情もありつつ、表現させていただきました。はい、ありがとうございます。さあ続きましてシャブリの演奏を聴いて試飲をしてまいりましょう。シャブリですが、まあ、やはり、プティシャブリに比べるとよりこう優美な柔らかい、果実味の豊かさみたいなものも感じられつつ、ピュアでよりこうミネラル凛とした酸というのも同時に感じられるような、そういったワインのキャラクターというふうに先ほどご説明させていただきましたが、いかがですか。僕はあの音楽と、まあ、僕も皆さんと同じタイミングで今まさにこうワインと音楽をこう合わせて試飲したんですけど、めちゃくちゃ合ってるなと思ってたんですけど、まあ仕事をやはりこうテイスティングをして、まあ、しっかりとキャラクターをキャッチしたつもりではいたんですけれども、まあ、やはりこのワインを合わせてそこにこう音楽が加わることによって、よりなんていうんですかね、その時間軸というものが鮮明にこう感じられて、フルーツの香りやハーブやお花の香り、いろんな要素があるという話をしてたんですが、すごくそれがゆっくりと音楽の流れとともに心地よく立ち上がってくるような印象があって、本当にこのワインっていうものは音楽やこの情景というか雰囲気だったりとか、非常にこういったものにも寄り添えるものなんだなというのを改めて実感しました。本当に僕びっくりしました。ありがとうございます。安田さんいかがでしょうか。自分の作品に恐縮なんですけど、まあ、本当に合ってると思いましたあの本当に最初香りがやっぱり皆さんあの皆さんもそうですから、まず香りが見た目で楽しんで、で次に香りで楽しんで、まあ、含むまでに楽しむ時間たくさんあると思うんですけども、香りの段階でその音と香りが本当にこう
頭の中にスッと入ってきたというか、今本当にそういう熱感を、まあ、本当に初めて経験させていただきました。そしてこの、まあ、仲間より先に死因する罪悪感がですね、とてもいい感じで、このミネラルの、この雑味とですね、一緒になってみたいとかですね、いろんな感情を持って今、本当に初めての体験で、非常に貴重な経験を僕は感じましたね。で、今、近藤さん、まあ、これ勉強させていただいた時からですけども、やはり、この2種類移った段階で、はっきり違いが分かるように、私、素人ですけれども、で、まあ、お酒をとても好きでいろいろ飲むんですけれども、やっぱり違うなと思いましたし、今の音楽にはやっぱりこのシャドリを合わせたいなというふうに純粋に思えたので、少しホッとした感じと、やっぱりちょっとお先に失礼します。で、この2つを思いながら今聞かせていただきました。はい、ありがとうございます。さあ、この後は3曲目、シャブリ・プルミエ・クリを聴いて信用していただきます。シャブリに比べてこのプルメークリュやはりこう一級に相当するアタックから生まれるワインですので、やはりその格が上がることによってスケールの大きさみたいなものもワインからは感じられると思います。よりこう蜜のような甘やかな香り、そして何といってもこの柔らかいテクスチャー、先ほどのテイスティングでもしっかりと感じていただけたらと思うんですが、音楽と合わせることによって何て言うでしょう、こう一音のその長さというか、柔らかいこのメローな、耳に入ってくる音っていうのが非常にこのワインの質感とも寄り添っているような気がして、よりその雄大さや何て言うんでしょう、こう寛大さというものを非常にこのワインからも感じられたというのが、こう新しい発見と、このプルミエクリもしっかりと音楽とワインに寄り添って、相性の良さというのを感じられました。ありがとうございます。そして今鈴木さん、ね、音楽に寄り添ってという話もありましたけれども、こちらの楽曲の特徴はどんなところでしょうか。では先ほどのシャブリが、まあ、スタンダードということで、まあ、皆さん最も知られている楽曲という、もちろんここにある楽が全部ポピュラーなんですけれども、まあ、学校にも置いてあったりというか、まあ、ピアノをメインに作らせていただいたんですけれども、
この初めて飲み比べをした時にこの、まあ、プティからシャブリに行った時のこの違いよりもこのプーメンに行った時のこの何ていうか違いの方が私はすごく衝撃だったんですね。これがプーメンかって、なんかある種ため息というかはぁっていう感じがした、まあ、その感じがこの、まあ、感情楽章、まあ、この全体の作品の中で今の曲ゆっくりだったと思うんですけれども、まあ、そのこうちょっと背もたれにもたれかかって今一度こう感覚を確かめたくなるというか、そういった感じをまあ表現させていただきました。で、あのクラリネットというのはとても丸みのある、あの音に丸みのある楽器なんですけれども、明らかにこのとろみっていうところでもこう、あの私外でかっこよく見せるためにこれからかなり傾けようと思ってるんですけど、あの明らかに面質がこれまでと変わってきていて、で、まあ、そういったところであったり、この味の奥の方にある確かにしゃぶりのこの酸味であったり苦味と確かに感じるんですけれども、もうそれ以上というか、いろんな甘さであったりとか、いろんな香り、味っていうのをこう表現するために、あの弦楽器の人たちには大変なんですけれども、弦を1本、2本、3本とたくさんこう、まあ、4人ですけれども、4人以上のもっといっぱい音が実は出ていて、複雑に絡み合っているというのを表現させていただきました。ありがとうございます。またね、違った雰囲気でしたよね。さあ、最後に4曲目、しゃぶりグランプリを聴いて信用してまいります。生まれているワインです。先ほどの紹介にもあった通り、やはりこのワインの大きな特徴といえばストラクチャー、味わいの力強さというところを大きく取り上げさせていただきましたが、やはりこの音楽からもですね、非常にその力強さや奥行きみたいなものを僕は感じて、同時にそれぞれの楽器の音というのが非常にこうしっかりと際立って感じられるんですが、それが重合されているような、まさにこのグランプリにある香りの豊かさや味わいの複雑性というもの、まあ、その要素というのが一つ一つしっかりと際立っていながらも一つにこう見事にバランスよくまとまっているという、本当にこのワインをそのまま音に変換したものが今の曲なんじゃないかなと思うぐらい、しっかりと寄り添っているような、そういった印象を受けました。ありがとうございます。複雑性という、ね、お話もありましたけれども、松並さん、楽曲の特徴などはいかがでしょうか。はい、でプルミエよりまたさらにですね、衝撃を
まあ、受けるというか、同じハツラツなのにやっぱり種類の違うハツラツであって、同じ渋みなのに何かこう気品まで感じられるような渋みとかがいろいろ本当に、あの、何でしょう、やっぱり素人で表現申し訳ないんですけど、その鎮座しているというか、その王として鎮座しているというか、そういう印象を最初に持ったんですね。なのでこの作品にもですね、あの曲の冒頭に普通アレグロとか、まあ、アレグレットとかモデラートとか速度のことを書くんですけど、このブランクではですね、マエストーソ、堂々とというのをちょっと載せさせてもらったんですね。そのなんか力強さっていうのでいいですかね、そのワインの力強さっていうのと、ただやっぱりいろんな味がしてもやっぱりシャブリであって、あの特徴が全て含まれているということで、まあ、気づいていただけたら嬉しいんですけれども、これまでの3曲の全てのテーマが、背景として載っていたりとか、メインテーマとして載っていたりですとか、全員がだから一見ご紹介だともしかしたら聞こえるかもしれないんですけれども、まあ、少し俯瞰すると整っているというか、でもあの最後まで見ると、あ、バイオリンは1楽章の曲だ、チェロは3楽章の曲だとか、そういう風な構造になっております。で、まあ、この4つの曲全体のもう、まとめ、フィナーレとしてこう、まあ、整うような、まあ、そういうところを意識してブランクリは作らせていただきました。ありがとうございます。こうしてね、4曲に渡りましたけれども、振り返って松並さんいかがでしょうか。いや、本当にすごくこの味覚と合わせるというところを本当に楽しみにしていて、で、これはやっぱりあの皆さんもそうなんですけど、スピーカーとかとまた全然違うわけですよ。あの家で CD かけてこれを出しながら、もちろんその時間もとても素敵なんですけども、やっぱり生のこの生の人たちが今しか聞けないっていう、あの音楽っていうのはもう今だけ時間芸術なので、その贅沢を味わいながらこの贅沢も味わうっていう、このやっぱりそれがただ単に2倍じゃなくて掛け情報ですよね、その掛け算になって何倍にもなっているっていうのを、あの今本当に今実感させていただきましたし、まあ、こういう同じ気持ちをあの皆さんでもしていただけてたらなというふうに強く思います。